動画の撮り方をちょっと忘れてしまった。どうもトニックです。今回のビデオはちょいちょいねコメント欄に書かれてたことをみんな実現したよ。それを見せるあビデオ。はい、ということでね、今回使うのはこちらのね、生きたシャコ3匹でございますね。このシャコで何をするのかともう分かってると思うんだけども、あ、そうだね、揚げ物用鍋、ついにね買いましたよ、揚げ物用のね鍋を。進化したね俺を見せるがために。しかもねこのねお鍋何がすごいのか、あ、そうだね、ほら温度計がついているんだ。これで温度がわかるわけだ。すごいね。これでね、俺は揚げ物の王様になる。シャコ、揚げ物用鍋。香港に行った時に食べたものがある。シャコをそのまま揚げたやつだ。なんかすごい殻が硬かった。でもまあまあまあ、美味しかったっちゃ美味しかった。思った。俺も作ろうかな。このビデオのためだけに、香港に行ったと言っても過言ではないな。ということで揚げていきたいと思います。初油を入れるわけだ。油をね鍋に入れる作業をする。これがね俺のこ、ま、いや俺のじゃないね、この鍋の初油だ。うわー、ついにトミトミちゃんの家にも揚げ物用鍋が来たよ。そしてね火をつける。そしたら温度がね変わるから、温度が上がる上がるね、上がっていくよ。そしてねシャコはねちゃんとここで泳いでいるよ。うん、うん、元気がなくなっちゃったかな。うん、うん、生きてるね。バーン。あ、そうだ、シャコパンチのあの検証動画もしなきゃ。ほら元気出して、はいよ、ほらどうだ、元気だった。気づいたらこんなに温度が上がってるよ。何度だい今ね、50度になったよ。お、ちゃんと仲良くしてるね。よし、いいぞ。おい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 、危ないぞ危ないぞ。こーら、よし、天ぷら粉を作ってシャコをねドバーン。天ぷら粉をね作ったら、そうだね、シャコをひょっひょっ、オーケー。さあそれじゃあみんな揚げの前だ。あ、そーれ、あ、そーれ、シャッコ揚げ揚げ、シャッコ揚げ揚げ、はいっていうね、あのテンションが上がりすぎてわけの俺もよくわかんないダンスを踊ってしまったというね、これ黒歴史動画になるからね。まあ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 、黒歴史動画なんてねいっぱいあるから。うわ、はいよ、おお、いいね。で、第二弾いきまーす。おお、いいね。揚げ物用鍋の素晴らしさ。できましたん。なんかまあ見た目はやっぱりそのままなんだよね。見た目は大丈夫、見た目は OK。 問題は味だな。本場で食べたやつはちょっと辛みがあったんだよね。まあそこを考慮してね、いただきます。殻ごとねシャコを食べるって概念がなかったからね俺は。ん、こんな感じだ、こんな感じ。ただなんだろう、やっぱジャパンのやつの方が硬いな殻が。殻をかじって中身だけ食べた方が美味しい。なんかジャパンのやつの方が殻硬いな。
むしろね、味はうまい。ただまあね、そんな感じでね、俺は揚げ物鍋をね、これからも使っていくんで、これからも見るよって人はね、ぜひチャンネル登録とね、このビデオの高評価ね、どうぞよろしくお願いします。